一瞬で覚える中野アルマ君を見たんだけど、あれも、あらららら、おーい。サント、またほんまゴミ場やな、これ。大丈夫今度は切られませんように。全然今日はアモンガスやってない。インポスター、アルチー。頑張りましょい。よっ。こら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 、右2つでダバダバ。誰や、ケイさん。いや、僕は眺めてました、それを。おまおじか申し訳なかった。いやいや、俺もすみませんでした。どっちかが譲るべきだったんですけど、やっぱり譲れない戦いがありましたよね、今のあっちゃった何戦ってんねん。めちゃくちゃダバダバしてるの確認してました。誰、アーカイブからどこです。え、トータス、あ、僕は貨物脇で貨物の配線とダウンロードやってまだ直れへんのかと思って直しに行った。停電なる直前ぐらいにさ、アーカイブてか貨物方面に行った人って誰？それは僕じゃない。僕はハイブリさんが貨物脇。貨物脇はハイブリトータスで。貨物脇じゃない、貨物脇じゃない、うん。だからアーカイブ側から貨物に向かった人っていない。わ、わからん。俺走行者やったし。ちなみにエンジンルーム、無限エンジンルームの前に立ってましたけど、誰も通ってないんで、メインホールとか。メインホール脇ぐらいしかないですよ。アーカイブの下で高田さんと僕すれ違ってますよ。おお。停電中に。うん。またかよ。神ぼや。高田村の電気工です。そんなにな、賢いって一回言っただけで。停電になったらすぐに呼んでください。あ、そっちか、そういうことか。え、停電ってさ、勝ち当てた感じなのってどこだ、はい、それ。昇降機右が僕で、宮さんどこなんだろう。僕は展望ですね。無限に勝ち合ってましたよ。めちゃめちゃ勝ち合ってた、本当に。意地でも直してると思いました。うわ、誰だろうな。いや、アルマじゃないんだよな。あ、違うんすか。アーカイブは確かにね、めっちゃ湧いてはいましたからね。誰だ、あれ。トスちゃん、そうですか。はい、天才。よし。お任せください。え、また直されたんですか。すごい。全然見れんかった。え、直してないでしょ、絶対。でも出ないじゃないですか。細かいことが気になるやつは細かいことを気にするやつだ。いや、何を言ってんの。小泉よ。小泉メディアス。めっちゃ直すじゃん。
はい。はい。はい、現行犯ですね。あら、うん、あら。違います。やっぱアルマ怪しいよな。違いますよ。すいません、ごめんなさい。誰かは見えてないです。ただ走り去っていく人物がいて。じゃあ、アルマじゃないですか。ああ、って思うじゃないですか。残念でした。僕はテイリングを直してるのを見てます。見てます。テイリングを直してる。一番左、一番右っていう順番に直ったの。え、ちょ、聞いてまじで。一番左、一番右っていう順番に直ったの見てるから。いや、ごめんなさい。今、死体を発見したのは、キッチンの左。いや、起きただけなのに。マスタードのとこ、マスタードのとこで、停電を僕が直していて、うん、一番左一番右って順番に上げたいでしょ。いや、うん、上げた。そもそも怪しいんだよ、アルマ動きが。で、切ったところからバーガータスクの方に逃げていく、なんか多分白っぽい足だったんだけど、あるまで。ごめんなさい、ちょっと誰かわかんない。いや、なんかどっちにしろ僕切る無理なの、全員から切るでき、あ、全員っていうか、原産とかもアーカイブで性違ってるし、絶対無理。マジで今なんで。じゃあなんでアーカイブ、え、どこに、え、アルマ最後どこ、アーカイブ最後貨物で停電乗ったのに、アーカイブにはハイブリゲン、アルマ、サントスさんも序盤はリフトで見てるかな。停電前の情報がそれですね。なので、うん、もし展望できるする場合はメインベントとか使わないと厳しいですね。展望じゃないですよ。ん、ああ展望じゃないです、キッチンの左側です。キッチン、キッチンの左、まあまあペチャップかなんかあるとこ、まあ二度と大移動すればワンチャンぐらいですから、アルマさんとかは。いや、だから僕停電直ったの順番を不可能なんですよ、僕は。エンジン脇だったのが僕とおまおじさんと K さんかなでしたよね。そうっすね。で、はい、到達した方メイン脇か宿舎脇かなんかでエンジンの、配線やってる時に一緒になって、その後停電になって、うん、これなんで K さんはどこにいたんですか。あ、あのさんとミーティングです。あ、そうですね。 K さん絶対無理、大丈夫。マジでエレキの後どこ行った。エレキにずっといます、今もなお。え、でも犯人の足は白いんでしょ。白っぽく見えたけど、ごめん。ハイブリゲンどっちかじゃない。あ、ゲンさん、あ、ゲンさんちゃう、まあ、高田さんとメイヤさんとゲンさんって届かないと思うんだけど、高田さんとメイヤさんから俺白は出ない感じですか。エレキ届かないことはないと思います。私もずっと女性で一人だし、厳しくはない。ベント使えば全然生きてる。ベントだったら、うん、かな、俺とゲンさんは。そうです、僕、うん、シェリフです。はい、一応高い位置に入ってるんで。うん、よかった、ギリギリ見えてへんと思った。あれはだと思うよ、これ。貨物に魚さんいました。てか、本当に僕、1キロ目絶対無理だから、ちゃんと聞いてください。え、違うの？え、だから、アーカイブでゲンさんとすれ違って、そう、停電が治ってるのを当ててるから、順番を。しかも、一番左、一番右っていう意味わかんない順番を当ててるから。じゃあ、あれも最後、今どこにいる？今、ラウンジアーカイブで最後です。で、魚さんを貨物に置いていってます。このキルについて、私以外はコミサボを直しており、直したら近くに高田さんがいたので右のキルだったらこの2枚は大丈夫です。ネロちゃんも大丈夫ですね、俺視点から。俺視点で明夜くんが無理。グボタン、あ、明夜さん無理なんだ。じゃあ、うん、サントスアルマ残ったのはで、ね、アルマくんが怪しい理由、僕がめちゃくちゃ怪しいと思ってる理由を話してもいいですか。これキルとはあんま関係ないんですけど、僕が停電を直してないってアルマが言ったターンに、停電になるのと同時ぐらいに石油からキッチンに入ってきてるんですよ、アルマって。で、その次のターンにアルマとキッチンで開いたんですけど、アルマってキッチンとかで何のタスクもせずに石油の方に一緒に走っていってるんですよ。いや、死体探しのために走っていて、停電を直しに最初石油に入って、あ、死体を探すためにキッチンに入ってます。最後停電が直ったところに死体があると思ったので。あれじゃない、停電になったのはキッチンだよ。停電になったのかキッチン？うん。いや、違います。キッチンに入る頃にもう治ってました、どっちにしろ。
アルマ君の師匠って誰々の目線から見て絶対無理って言えるって言ってんだけど、その人たちがアルマ君を無理って言わんと多分まとまらない。1キル目は現時点でアルマさんの後ろは一応出せます。うん、展望で配電盤確認でもしない限りは大丈夫だと思います。うん、あ、そうね、よしよし、多分そういうのをやっていかないと話がまとまらない。うんうんうん、どっちにしろその次のターン証明できていて、キッチンセキュエレ機関で何もタスクをやってないから、そこにタスクはもう終わってるっていう証明になってると思って、むしろ逆に白く見てほしいと思います。貨物に置いてきて今あラウンジにいるんだっけ。ただ一応、まあ、客観視点白っぽいと言われてるので、初手切りの話だったら俺かゲンさんやと思ってて、俺も疑いちゃうと思うから、ゲンさんからの白やったらちょっとなんともって感じかな。例えば今回って高田さん視点で私に無理って、あ、出ないか、結構昔だから、コミュ前通路で解散して私下行ったけど、現時点情報です。ハイブリスさんがこのターン、コミュ前コミュサボ鳴ったにもかかわらずコミュサボ直されなかったので、ちょっと人外とか上がってます。あ、僕はセキュリティにタスクがあったので、セキュリティに行ってテープタスクをやっています。ハイブリスさんってちょうどアーカイブから貨物行った人。うん、俺は貨物、バイタル貨物です。誰かが絶対あの辺にマットいるはずなんだよ。シャワーめっちゃ多いな。いやハイブリさんとネオちゃんが一緒にエンジンから右にした気がするけど、そうだね、メインからシャワー、に向かってる。俺はエレキ。エレキ今回僕白くないっすか。うん、あれアルマってどっからどうやってミーティング行ったの。ハイブリさんは硬いと思うが、ハイブリスは人外でいいんだけど、マットかインポスターかわからん。キッチン脇で多分ミーティング行ってたと思う。キッチン脇でしたっけ僕って。キッチン脇誰か、おまおじさんとゲンさんと、あ、そうですよね。キッチン脇で普通にミーティングまで走っていってます。で、おまねろゲンで金庫でダウン、あ、金庫にも入ってます。コミュサボ後の情報です。コミュ前通路エンジンルームとオマネロゲンで並走してました。私はエンジンの配線タスクを始めて、オマネロお二人が右に行き、逆走するハイブリさんが見えてます。ん、ハイブリさんとネロちゃんは一緒にエンジンからメインに行ってるよ。行ってるよ。その前のターンで言うと、キッチンから逆走してるのはセキュリティタスクがあったので、そこに行っている。じゃあ僕はシェルフでしょ。はい、シェルフです。あ、そっかそっかそっか。で、ネロダンさんの死人どんな感じですか。今回の関係はメイン、エレキでタスクをやった後、メインでエンジンに行ったら迷惑がぼったちしてたんで、めっちゃ怖かったんで、コミュニケーションの方で死体がないかどうかと思い直ってたけども、コミュニケーションに向かったらみんなが出てきたんで、あ、安心して、でネロちゃんと一緒にメインに行き、ネロちゃんはシャワールーム方面、俺はエレキの方に降りて終わり。タスクとかはエレキではしてない。ただまあそこに固まってたメンツはほぼ全員がミーティングにいたり、まあ原さんはとどまってたりしてるってわけですよね。アルマハイブリから選ぶ感じですよね多分今。うん、両方とも人外だと思ってる正直。ネロちゃんが、死んだことでほぼほぼ対抗が俺原さんだと思ってるんだけど、白っぽい。あ、いや、アルマあのね、ごあのミーティング上がった時にゴミのとこ立ってたのが不思議。そうそうそう、わかる。めちゃくちゃ人外だと思ってミーティングにいたはずなのに何してたのって話なんだよ。そうそう、何違う違う、今上がったとこっていうか普通にこう、うん、でも扉閉まってたよ。扉閉まりました人外だと思うけど、まあ、おじさんに僕がはしご登ってる途中に扉閉まったのを見てるから、ハイブリさんでお願いします。はい、これわかんねえな、もうマットかインポスターか正直。おまじさんってゲームはキルできないですよね。ハイブリさんだけど切らないと、アルマはネロちゃんのキルは絶対無理だから。無理だね、無理、うん、ハイブリさんでいいとは思う。マット目があるのはアルマの方、どっちか。うん、あ、でも停電直してんのか。お、停電見てんじゃん。あ、そうや、開いてんの。
セリみたい。これはタスクやんなくていいやつか。タスクやんなくていいやつか。明快なんだから。あってみんな終わんないもん、いいじゃん。そうっすよね。いいっすよね。ですよね。ケイさん、毎いつも頑張ってもんね、タスク。そうなんすよ。そうっすよね。え、なんか買収されたん？あ、見えた。LINE が見えたぞ。墓場で。どうするんですか、僕がチームやったら。あ、おまー。全然治らなかった。あら。耐えたか。根本的にハイブさんに連れてるって言われていいよね。うん、連れてなかったらいいと思います。連れてる連れてる。ハイブさんに連れてる。さっきのターン、キルできる人間を教えてほしいです。僕目線、高田さんがそもそも無理で。だからサントス剣ぐらいじゃない？対抗にするんだったし、うん、ちなみに今なんですけど、私がコミサボ直してます。あ、今のごめんなさい、おもじさんの死に出していいですか。おもじさん最後武器庫に行ってます。武器庫の方に高田さんがコミサボに先におられましたけどぐらい。うん、いやまあ基本的にはそのさっきの宿舎前の扉の情報で、閉まってたのを高田さんと2人で一緒に2つ扉を開けて、いや、そう、登ってる途中に、下と右だけ開いてて左が閉まってる状況で僕は通って梯子を登ってる途中に閉められました。だとするなら俺らが閉まるところを見そうな音が聞きそうな気がしますけどね、高田さんと。あと昨日の議論で上がりましたけど、アルマさんって停電直した実績というか見た実績があるから、直したっていうか、そうですね、ネロちゃんの直したのは出てます。アルマさん自然界の場合はシンプルにラストウルフってポーズですよね。だからメインからのベントとかでミーティング行くって感じかな。ゲンさんってさ、多分エレキメインエンジンコミュってきてる。あ、そうです、ぐるぐるタスクやってから行ってます、うんうん、だよね。いや、だったらこれ高めが仕事でやってましたっけ。まあ、基本的に無理ですね。高めはどっちにしろ実践でも厳しいと思うから、ゲンサントスがつながってないから、僕釣り飲むんで次速攻でボタン押してです。こっちのどっちかを釣ってください。僕クルーなんで。サントスがクルーだった場合ね、うん、その場合ってゲンさんってキルできないと俺は思います。ちなみにてかここに人外がないと思うから、強人が死んでると思うから、僕釣って次4人盤面でどっちか精査して釣ってください。あら、結局サントスある。ちなみにタスクどうですか。私ラス1です。無理ですね。あ、他どうする。私は終わってか、シンプルにはアルマくんしかないと思うけどな。うん、だから僕しかないと思うんだったら、僕を釣っていいから配置をしてボタンを押してください。でサントスゲインを精査して釣ってください。右行きます。原始点でもサントスマジで終わんないです。これちなみにマジで終わんないです。いんだよな、マットはないもん、ね、マジで終わんないから配置してください。俺右行きます。あ、じゃあ左行きます。でもサントスさんに2票入るの。サントスさん、まあだってサントスさんが来るだったらゲンさんってキルできないんですよね。だからサントスさんに入れるしか。いや、2票になるのか。あ、そうか。終わりました。ナイスサイト。よかった、ナイスサイト。ナイスサイト。ナイス。疲れてそう。ちょっと焦った最後、うん、いや最後めっちゃ入ったな。いや、ボタンマジできつかったな。ボタン多かった。最初の 3,4 ターンマジできつかったな。きつかったな。ゴミボキル最強だったけど、あれ違うか、これこのゲームだったっけ。あ、1個前かな、それ1個前僕がもう、いや、あのセキュリティのやつ絶対突っ込まれるだろうなと思って。いや、あれはね、僕も右入力しながら、なんで名屋さんなんだよと思いながら、絶対突っ込まれるだろうな。クソ怪しいよな、クルー目線からしたら。じゃあ行きますかね。はい、はい、お願いします。